あ、いや俺もさ、あの店のさ、SNS とかのさ、動画作るけどさ、俺別にパソコン持ってないしさ、もうアプリ携帯だけでいっぱいやってるけどさ、大変だね。大変だよね。1本作るのにね、1分の動画作るのに、なんぼね、あれするかって、みんなそのやる気好きじゃないとやっぱそうだね、無理だった。ともくん意外と好きなんだよ、それは。そう、作る、やっぱ物作るの好きだった。好きなんだね。まあだってね、ともくんのちょっと一言お願いしますってやつが一人だけ唯一加工してきたから。エコーかけたから。そう、エコーかけた。こいつだけ加工してきたから、新しいな。まあ、浅野智人。面白い。てか、まあ、よっちゃんと智くんやっぱ光ってた。光ってたね。よっちゃんじゃないっけ？よっちゃんは、ノイズは地元の友達だけど、大学も一緒で、ノイズがいたから友達もできたし、大学6年で卒業できました。ありがとう、ワゾースキー。俺のおかげでなんか浪人したみたい、留年したみたいな言い草をこう言われたっていう。あれでしょ、あそこがケツのポリスという前出し中出し。ああ、そう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 いうことだ。あれ何だ、隙間が空いたの。あのね、その本質ってか、あれの本質を、まあ、超普通に真面目に解説してしまうと、あのまずそういわゆるもうオーケストラとかのさ、まあ、構想曲みたいなやつとかでさ、あるやつ、最初の曲をやった後に、なんかちょっと終わった後にさ、次の曲をなんかこう演奏してみたいな感じで、こう3曲とか4曲とかセットで1つの作品みたいな、で、やっぱりこう、が結構やっぱそのアルバムとかの概念にこう、がこう継承されてってるイメージ。で、そのスキット、それがあれのスキットっていうんだけど、とかイントロとか。アウトロとか、そうさっきの説明したやつとかもそうだけど、そのまあリセットの効果がある感じだね。あ、はい、はい、じゃあアルバムで12曲入れてたら、はいはい、まあ444じゃあ極端な話、朝のテーマの歌と、昼のテーマの歌と、夜のテーマの歌だったっけ、その間で挟んでるじゃないですか。そういうのがそうなんですよ。だからこういうことなんですね、構成上の問題みたいな。構成上の問題もあるし、まあ、そのトータル一曲一曲も作品だけど、でもトータルでもちゃんとした作品なんですよっていう説得力として、はい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 、なんかまあその変なラブソングとかの後にいきなり激しい曲とかが来たらなんか変じゃんとか、そういうこうつなぎの部分のリセットみたいな、干渉剤みたいな。そうそう、本当にここで一旦あ世界変わったんだみたいな、あここであなんだで、ちなみにそのこの俺らのやつは、あ、ここから藤野の曲が始まるんだっていう意図なんだよね。星空が近い街を出て君を見つけられない夜、いつでもそこにいるんだ、いつでもそこにいるんだ、心の荷物を解くほどけてく Everyday。 何もないよね、何かしらあったから今何愛してんだ。